ございます。朝7時、ホテルからの景色です。今日はホテルで朝ごはん頼んでみました。6ユーロ。さて、ホテル出発します。さあ、そろそろ出発します。気温はまた10度ぐらい。ルーゴまで115キロ、峠3つぐらい越えるのは遠すぎるので、小さな町でまで行く予定です。距離は70キロ少々。また大きな峠が一つあります。頑張ります。川沿いをゆっくり下ります。でもまた登るかと思うという家です。たくさんさくらんぼが実ってます。初めてトンネルがありました。すごく気持ちよさそうな川の流れです。ピクニックタイムです。今日は川沿いの緩やかな登りが続きます。 3% ぐらいかな。こういうのが続いてくれると楽なんですけど。休憩を兼ねてお茶タイムです。さあ、徐々に道が険しくなってきました。でも緑が綺麗。いや、綺麗なところです。ここの水は飲めないようですね。車道を走ってたら自転車はこっちに行けと言われて、むちゃくちゃ急坂になりました。休憩。でもこの緑と青がすごい綺麗です。まっすぐ登るのがきついのでジグザグに登ります。よし、あの家のところが峠じゃないかな。まだありますね。もう少しで登りきります。この直線きつかった。今回一の難所でしょう。あ、きつかったけどまだ登れやるようです。加藤ぶどう駅とは最高。おお、どうしたどうした。峠道はまだ続きます。まもなく峠到着です。きつかった。さあ、峠到着しました。きつかった。予定は国道峠だったんですけど、下りの気持ちいいこと。この橋結構怖かったです。何にいる。おお、こういうの好きですね、ヨーロッパはね。ガラス。もう少し。本日のホテル到着。ああ、きつかった。ランチタイム間に合いました。サラダを頼んだつもりが、先ほどのご飯はやや酸っぱい感じ。今度はどうかな。鶏肉は残念、ちょっとパサパサでした。デザート付き。さあ、本日のお部屋チェックインしました。おう、ダブルベッドがついてて景色もいいし、なかなかいいお部屋です。洗面所の方は洗面所とトイレと、おっと、バスタブがついてます。今日はゆっくりできそう。無事に今日の目的地ベセレアっていうところに到着しました。明日はルーゴというところに行きたいので、峠からは巡礼の道を外れました。なのでお店とかがちょっと明日は少ないかもしれません。とりあえず無事に終われてよかったです。今日はゆっくり寝ます。ではでは。